はい、それでは始めます。お待たせしました。酒井です。こんにちは。ということで、はい、建築インテリア演習さんです。始めます。まず、今日から、今日というか、最終日の7月28日に完成させて、インテリアデザインコンペっていうのにプランをそのまま応募します。なので、今お配りした申し込み用紙に、名前、カタカナと漢字で書いてください。グループ名とかはいいです。で、途中までは、こんな感じで書いてください。九州女子大学、家政学部、人間生活学科、SI ラボ。これ、建築インテリア演習って意味です、SI ラボ。ラボと福岡県って言って、で、電話番号は各自携帯とアドレス入れといてください。はい。で、ジャパンテックスからショートメールとか、メール欲しい人は希望を入れてください。ジャパンテックスというのは日本のほとんど大手さんのインテリアメーカーさんとかが所属しているやつで、毎年11月かな、に、東京のお台場でやっているインテリアの展示会になります、ジャパンテックス。はい、そこで学生コンペが毎年行われています。それに応募をします。はい、一番初めの授業の時に椅子のデザインして僕が喋ってたり展示してたやつありますね。あそこです。ジャパンテックスという。で、業種は学生で、当コンペは何で知りましたかっていうと、学校の案内か、その他先生からでもいいです。で、最後に A と B どっちで出しますかっていうのがあるんですけども、これは最終日できたやつに合わせて、出すので、ここは丸×つけなくて、 AB っていうのはつけなくていいです。丸をできたプランに対してこっちで出そうかなって選んでください。なので、名前、学校名、学部、学校の住所で、電話、携帯電話と E メール入れといてください。携帯の欄があるので携帯入れといてください。 OK ですか？通れば、入選以上になれば何かしら連絡が来ると思います。なので、連絡はほとんどメールだと思いますので、メールアドレス入れといてください。ちなみに2年生も出します。なので、皆さん2年生と勝負です。イエーイみたいな。スペースインテリアラボラトリーって意味です。かけた？もうちょっと時間いる？かけた？はい、OK ですか？次行ってもよろしいですか？はい。
はい、わかりました。はい、先に、コンペの、まあ、どういうふうに出していくかっていうのを説明します。はい、テーマが SNS ですね。インスタとか。インスタ映えする空間ということで、要はオンラインで、今もこれオンラインのやつ録音してるんですけど、オンラインでのインテリアのバック背景ですね、インテリアの背景とか、そういうふうなことで、のテーマで出すか、ワーク&ライフ空間のインテリアっていうことで、要は仕事、家のお家の中でもオンラインで授業を受けたり、仕事をしたりするっていう状況に変わってきています。なので、そういう空間についての提案、これどちらでも選んでください。で、やる内容としては、今日ホテルの客室をやります。はい。で、ホテルの客室のプラン、今日のやつを利用して、ちょっと横幅増やして、もうちょっとワークスペース増やすような感じのプランか、もしくは、引き続いてホテルのロビーのプランをやります。はい、ホテルのロビーっていうところっていうのは、まあ、カフェの機能みたいなのもできたりしたり、まあ、そこの場所が仕事の場所にも変えれるかなっていうような空間みたいなところ、もしくはインスタ映えがするような空間っていうので、ホテルのロビーをそれなりにかっこよくあしらうとかっていうので、出してもらうっていう方向で進めます。はい。で、はい、ちょっと前向いてもらっていいですか。一応、B2。B3 サイズのパネルに2枚提出をしてくださいということで、だいたい提案の仕方としては、平面図出して、ここにテーマとかを入れて、パース入れて、で、マテリアルを必ず1点入れてくださいという、これは床材とか壁材料とか家具とか何かしら入れてくださいというので、要は、この B4 サイズの状態のやつを4枚作って出力してパネルに貼って出します。 OK ですか？なので、要はこの4枚を作るっていう形になります。だからパワーポイントでやってもいいし、プレゼンボードデザイナーを使ってやってもいいしっていうので、こういうふうにまとめていくということです。 OK ですか？はい。で、プレゼンボードデザイナーはまた途中で説明しますけど、プレゼンボードデザイナー、ネオを途中できたら、プレゼンボードデザイナークリックしたらこの状態が立ち上がって、サイズを変えていって、で、用意した画像データをこういうふうに放り込んでいたら、これでできるということで、そんなに手間がかかることじゃないと思います。はい。なので、一応最終日にはプレゼンボードデザイナー、もしくはパワーポイントで作ったデータを出力してパネルを貼るっていう作業に当てます。OK ですか？はい。で、これが、試験代わりです。で、送付できて提出です。送付ができてということでね。で、ネオの場合は、こういうふうに入れた壁紙とか全部品番まで出てくるので、めちゃくちゃ便利なので、これ貼り付けるという話です。なので、そんなに手間じゃないですね。なので、その要領でやります。で、一応目的としては、まあ、インテリアファブリックス協会が主催するインテリアの国際見本市ジャパンテックスの企画として、今回で18回目、去年一旦ありませんでした。で、インテリアの可能性を追求した作品の募集を通し、インテリアファブリックスのインテリアの業界の未来につながる次世代のアイデア、人材の育成を目的としていますと。はい。で、ファブリックで作る無限の可能性っていうことで、A と B のまあ、テーマに分かれてて、どちらかテーマを選んで提出してくださいということです。で、テーマごとに審査が行われます。あ、1個は新しい時代の働き方にワーク&ライフ空間のインテリアっていうことで、これはコロナ禍になって在宅勤務による家、ホームですね、やオフィスにおけるワークスペースなどの提案っていうので、要は
ワークスペース、何かしら仕切りが入ったりとか、部屋の中に仕事の空間を設けたりっていうので、変わってきてますよね、ワークの、いわゆるワーク自体が変わってきています。で、また、ワケーションっていう2020年7月に政府から、まあ、推進されたワケーションなどっていうのをワーク&スタイルとして新しく作ったらどうやみたいな意見がありました。でその空間でインテリアファブリックスを使って自由にデザインコーディネートしてくださいっていうことで、ワケーションっていうのは仕事場所と休暇の場所合わせたところをワケーションと、実は去年ホテル全部閉まってて、逆に言うと人が来ない状態になっててんけど、要は仕事ができるようなスペースとして旅館とかが仕事もできる旅館うちですみたいなのを宣伝して逆にお客さん呼んでたりしたので、要はそういう状態、仕事もできてゆっくり休暇もできるような場所っていうので、そういうのをワケーションと言っています。なので今回はそういうワケーションっていうところのプテランでもいいっていうことになっているので、要は考え方としては、あの公共の空間っていうホテルのロビーと、この今日やるあのホテルの客室、それをワケーションっていうスタイルで提案を各自考えてもらって、さてということです。さて A か B どっちで出すかっていう話ですね。でこれで行くなら A です。で B はインスタ映えする、なので自分が作ったやつどっちにするかっていう話だけです。でインスタ映えをするっていう空間になったら、インスタでどこを映すかっていうのを中心にパネルを構成してもらうと一番分かりやすいと思います。分かりますか？なので全体のパースっていうのは極力少なくて、あの要はインスタ映えする場面1、場面2、場面3みたいな感じで、で、あの人のシルエット入れといて、ここで写してインスタ映えするよとかっていう風な感じにするとかっていう場所のっていうことですね。この間のあの住宅の提案の時の表紙の感じですね。パッと見た時に印象深くやるにはどうするかっていう。で、一応最大70平米ってなってますけど、この平米に関してはどっちでもいいです。で、インテリアファブリックスを1個以上使ってくださいと。これは床材、壁材、カーテンの材料全てを含みます。で、もともとファブリックって布って意味なんですけども、要はここでいうコンペの制約としては、カーテン、ロール、スクリーン、カーペット、ラグ、椅子、生地など、なので椅子の選んだところに生地や選んだものもインテリアファブリックスにまあ扱いになるので、畳も扱いになりますよということで、とにかく1点選んでくださいということです。OK ですか？なので、あの、この間やったパターンと一緒の状態で、まあ、何種類選んでもらってもいいと思います。で、個人で応募しますと。で、まあ、審査基準としては、ここに書いている通り、新しいライフスタイルの予感をさせるもの、まあ、インテリアファブリックスの使い方や、組み合わせが、まあ、斬新で、まあ、独創的なものっていうことです。で、当然、提出物の完成度の高いもの。はい、当然あのテーマに沿ってるか沿ってないかと。でちなみにの70平米はあんまり見ません、はい、100平米で出してもあんまりギャーギャー言われません。で一応審査員がいてます。インテリアスタイリングプロという、まあ、団体があるんですけども、これはどちらかというとスタイリングめちゃくちゃ上手い人らが集まってる団体です。それとジャフィカというフリーランスインテリアコーディネーター協会の江口さん、江口さんは先生はちょっと仲がいいんですけど、一緒にトークショーやったりもしてるんですけども、ジャフィカさんで、町田博子さんっていうのはインテリアコーディネーターで、まあ、世間的に有名に にインテリアコーディネーターの職種を有名にした人です。江口さんもそうです。っていう3人が一応特別審査員になってます。で、あと、就活考える人はこのプリントの配ってる、ここみんなほとんど上場企業です。なので、この辺狙い目です。ここはもう挑戦したい人はこの辺見てください。はい。ということですね。はい。なので、まあ、あの、大手さんにも、まあ、こういうところから見つけるっていうのもありかもしれません。OK でしょうか。はい。で、実は、入選以上は会場で展示されます、パネルは。ということです。OK ですか。で、申し込みはもう今日出しちゃいます。でボードにこの申し込み書、ボード2枚に貼らないといけません。
はい、でちなみに一応プレゼンボードは8月20日に届いてたらいいっていう状態なんですけども、一応原則として授業の終わり、最終日の授業の終わりにできてるっていう状態で、手加えたい人がおればちょっと待ちます。いいですか？どうしてももうちょっとかっこよく仕上げたいと思う人のやつは待ちますけど、基本的にいっぺんにまとめて送りたいので、そこだけです。 OK ですか？なので目標っていうか、一応最終日7月の28日にできている状態ということで目指します。 OK ですか皆さん？イエーイ、みんな返事いいですね。やる気満々ですね。で一応作品のタイトルが必要になってきます。で、まあ、作品の説明、ここは短くても大丈夫です。200字から400字ってなってますけども。っていうことですね。で、平面図とかスケッチ、1種類以上っていうので、何でも OK ですよという約束ごとです。はい。で、ボードは先生用意します。で、一応、賞もらうとお金もらえます。はい。お金くれますので。お金くれますよ、皆さん。はい。頑張ってください。先生の授業ではここには入選は用意してます。はい。なので、多分ここでも一人ぐらいは通るんちゃうかなとは先生の期待感はあります。で、一応ホテルのロビーというので、こんな感じのロビー。これが要はスターバックスのようなレイアウトですけど、こんなもロビーとして成り立つので、こういう状態というのはこれ次回やっていきます。この辺のこともやっていてっていうのでやっていきますので、ちょっと頭に入れといてください。 OK ですか？はい、ということで早速今日は何をするかと言いますと、はい、ホテルの客室をやっていきます。はい、ちょっとプリントを見てくださいね。見てますって、そうですよね。はい、皆さんご存知だと思いますけど、コロナになる前までは、観光客が日本にはとんでもない人の量が押し寄せてました。ドワーッと。はい。で、今まで、これまでにないぐらいの人が世界中から、まあ、アジアを中心の人たちが来ていました。で、多分、小倉のこの辺りも非常にいっぱい来てたん違うかなと先生は思います。で、ちなみに、大阪とかは、もう大阪にホテルがなくて、神戸とか、もう京都にもないから神戸に宿とって京都とか大阪に遊びに行くっていう状態ぐらい非常に盛り上がりを見せていました。はい。で、そのあたりは OK でしょうか。で、まあ本当に海外の人がたくさん来てたという、海外から来てたっていうことは何やっていうと、日本は安いからっていうパターンです。ちなみに僕が若い頃はみんな日本人が海外に行ってました。で、なんでかって安いから、他の国行ったらいっぱい買えるからって。で、今アジアでは日本が一番安いパターンです。なので中国の人もドドドッと教えるのは押し寄せてくるのはそんな感じでした。で、ただコロナになっちゃってからちょっと状況が変わっちゃいましたね。ただコロナ、今もワクチンが始まっています。で、また新たな考え方で、まあ、ホテルとかも当然また人が来るようにみんないっぱい考えていくようになってくると思いますけども、まあそのあたりでこれをうまく今回のコンペのプランに変えたいなと思っています。なので今回のプランは一旦先生が説明した通りのやつをやって、床壁天井ベッドを変えたりとかっていうのでどうするかっていうのを検討してみてください。で、基本的には平面作成して家具のレイアウトをやってからは各自が好きなようにやっていくっていう話になります。なので今日前半後半で、はい、平面図間取り作ってから家具のレイアウトを進めていきます。 OK でしょうか？で、どっちかいうとこれをレジデンスっていう言い方に変えます。レジデンスっていうのは高級な泊まるとこみたいな、宿泊所みたいな言い方で、レジデンスホテルとかって最近よく言い方があったりするんですけども、まあワケーション的にな扱いで、仕事ができる、仕事もしてても十分こうリラックスができるようなホテルの客室っていうような感じでまとめたいなと思います。 OK でしょうか？はい。で、ちょっとまずインバウンドっていうのはここに書いている海外旅行者っていう意味です。インバウンド、はい、実はコロナまではとんでもなく人が来てました。
はい。で、まあ、コロナの後どうなるかですけども、実は今、高級なホテルが日本でももう満室状態です。ちなみに、星野リゾートさんなんかはコロナ禍でも軽井沢のところとか、一泊びっくりするような値段ですけど、結構いっぱいです。なので、それと逆に仕事として貸し出しが、仕事もしていいよっていうような状況のホテルも結構 いっぱいあります。そんなんがあったりするので、まあ、いろいろ知恵を振り絞って新しい展開でやってるところには今でも結構お客さんが来てるということですね。で、はい、今回やるプランの大きな考え方としては水回り部分と寝室の部分とベランダっていうところ、この3つになります。はい、この平面図の通りですね。で、このあたりインスタ映えするのにどうするかっていうふうに考えてもらったらいいかなと思います。で、このあたりはインスタで調べた平面図の参考事例です。で、一旦はこれに近いプランをやりますので、今からお見せするのは皆さんのプリントではカラーのとこですけど、どういう色合いで作られてるかっていうのの参考にしてください。はい、で、これは紹介するのはどちらかというと、ビジネスホテルっていうよりもちゃんと宿泊できる、まあ、リゾートホテルとか、いわゆる日光ホテルとかゴージャス系の、まあ、ホテルと思ってもらったらいいと思います。こんな感じですね。で、まあ、ホテルっていうのはすごい客室がたくさんあって、要はこのベッド側の壁面とかをどうあしらうかだけでも全然イメージが変わってきます。なので機能的にはベッドとテレビ台があって、ここがワークスペースになったり化粧台になったり、こっち側の窓側のここでもワークスペースです、こんなんになったりという感じです。で、要はこの壁面のところとかベッドもそうなんですけど、どういうふうな組み合わせでどういう演出していくかで全然雰囲気が変えることができるので、どうやって変えれるのかなっていうのを配っているカラープリントのところで色の組み合わせとかその具合を見てください。なのでこういうプランでそのまま出してもそのまま今回のテーマにはそうと思います。あとは一ひねりですね。各自のアイデア、なんか面白いこと、あ、なるほどこれなかったよなみたいなところっていうのがあれば、まあ印象深くなって、まあ提案が受け入れられやすいかもわからないです。そのあたりちょっと頭に入れといてください。はい、ポップのやつでいくとこんな感じとか。はい、先生もようホテル泊まって、だいたいこの窓側のここのところに、今ってほんまにどこ行ってもパソコン置いて仕事できるようになってんねん、海外とかは。なので、別にそのワケーションっていうわけじゃなしに、インターナショナル系のホテルっていうのはもうそうなってます。ビジネスホテルでもこうです。なので、この間東京行った時も先生、お台場のとこ泊まってんけど、もうすぐこの上で作業してました。で、だいたいホテルってコーヒーとか無料でついてて、この間やってしまったのは、ベトナムで次の日公園で喋らなあかんって最後のチェックやってて、そのまま目の前でコーヒー全部キーボードの上にこぼして、泣きそうになりました、みたいな。イエイ。はい。で、次の日は大丈夫やってんけど、公演終わった後、キーボード何本押しても動かなくなっちゃいました。はい。先生はよくそういうことをやっちゃいます。イエーイみたいな感じですね。なので、なんていうかな、仕事はめちゃくちゃしやすい、僕的に言うと、普段の非日常とちょっと違うので、ある意味、ものすごく楽しい。楽しくできるっていうとこかな。そこが、まあ、で、ちょっとおしゃれで、なんか仕事もはかどりやすいかなと思ったりします。なので、どう扱うかっていうのが、これなんかもポップですよね。こういうのでもありやということです。なので、このあたり、コーディネーション、素材の組み合わせっていうのは各自にお任せしますので、どういうふうにしていくか。これでもいいですよね。写真並んでるやつ。モノトーンで。これはちょっと和風です。なので、どうしていくかっていうこと。をどういうふうに考えるかということです。OK ですか？なので、まあ、いろいろ写真揃えてたので、これは先生がホテルの家具のデザイン頼まれて、このあたりデザインしたやつですけども、これは漆塗りを使うっていうので、知り合いの有名な漆塗りの人が関わってたんで、
漆塗りで面白くしようかなと思って、赤でこう黒混ざった扉とか作って、この辺の家具どうですかって提案した状態のやつです。はい。で、これは一応参考に、だいたいホテルのこのテレビの周りについてる備品というのはこんなやつです。冷蔵庫とか金庫とか、はい、チューナーとかっていうことであったりします。はい。だから、だいたいホテルに最低限あるのはこんなやつです。テレビがあって、化粧台。ここに冷蔵庫があったり、コーヒーとか置いてたりと、で、まあ、化粧台のミラーがあったりっていう感じですね。はい。で、今日は平面作成から、まあ、ずっとやってて、家具をレイアウトするとこまでやります。OK でしょうか。で、別の冊子で用意してる、このプランをやります。これですね。はい、こんな感じですね。こういうプランをそのまま一回プロットしてから各自どうするかという。で、ワケーションの時はこの幅5500ぐらいに広めた方がいいかもしれません。なので、一旦これで作った後、これは A プランとして置いといて、来週ホテルやります。で、やってどっちにするかは各自が選んでください。提出するやつは。なので、プレゼンで最終日に提出するやつは、今日やるホテルのプランをやる、もしくはホテルの客室をやる、もしくはホテルのロビーをやる、これはどっち選んでもらってもいいです。ただ、ワケーションっていうテーマで行くんやったら、ここの4500を1メーター伸ばしてください。ちょっと広めにするという、それだけの話です。OK、田中さん。どっちやってもいい。授業ではとりあえず今日はこのホテルの客室をやって、来週ホテルのロビーやります。それ以降はどっちをちゃんと仕上げて、それ以降は作業の時間に割り当てるんで、どっちかをきれいに家具のセレクトから家具の素材選んで、壁の素材選んでっていう作業で、細かい作業をしてやるのはどっちの選ぶかは各自が自由ということです。OK ですか？なので、今週と今日と来週はまずプランを作るっていうところです。そのプランに対してどっちで最終的に提出するかは各自が選ぶと。だからこんな感じのプランを今回やります。なので今日のやつはベタです。本当にベーシックです。こんな感じですね。まず扉開けて、こんにちはって言ったら左側にスーツケースを置けて、コートとかが掛けるようになって、廊下があって、ただ一応廊下のこの扉もこういうふうに仕切ってて、左側の収納のところの扉付きにしてるっていう、こんな状態にします。で、一応、洗面所とトイレと浴室はこんな感じで一応やっちゃいます。はい。で、こっちがベタです。非常にベタです。はい。で、まあ、言ったらこういう感じでやっていくっていう感じでやっていきます。じゃあ、早速、マイホームデザイナー立ち上げてください。あ、マイホームデザイナー。マイホームデザイナー。はい、かっちゃん大丈夫かい？おはよう。かっちゃん、あめちゃんあげようかって言いながら、今日あめちゃんだよ。OK 立ち上がりましたか？はい、立ち上げたらここ線って入れてください。それそのままクリックして、
これ見れたやつ、ホルダー見れた、後でちょうだい。あかん。いけた？はい。ということはパソコン変えてください。先生ようあのよう飲んねんここでいろんなことが。その間にこれもう一回見といて、このホテルどんなパターンにしようかな、しようかなっていう。その間にじゃあ書いたプリントください。
はい、ここまで持ってってください。書けましたか？はい、お。おじさん、いけそうか。はい、もうちょっと書いてみる。いいですか。はい、じゃあ、いいですか。画面見といてくださいね。はい、白紙から作るにしてください。単位1000円やで。はい、白紙から作る。はい、吸着オンにしといてください。で、一応5分の1にしときましょう。はい、部屋作成クリックしてください。戻ってください、止まってくださいは言うてね。OK ですか。はい、まず立体化の設定をします。なので、ファイルをクリックして、ファイルじゃないや。設定のとこクリックして、立体化設定クリックしてください。設定から立体化設定。OK。はい、まず、外装スタイルも関係ないんだけど、一応オリジナルってしとってください、外観。今画面上は、内装スタイルです。内装スタイルも、オリジナルスタイルで、はい、幅きなしで一旦いきます。はい。で、立体化設定で高さをちょっと変えてください。はい、階高、壁厚のところですね。で、これ1階、2階両方入れておいてください。一応2500の3000。階高3000。2階のところも2500の3000。OK。はい。で、OK を押してください。はい。そのまま名前つけて保存。で、一旦デスクトップに保存しましょう。なので、どうしようかな。0623って入れとこうか、ファイルで。あ、ごめん。名前入れて学籍番号。学籍番号入れて、名前入れて、0623。ホテル1ってしてください。で、デスクトップへどこも。はい。はい、それで保存してください。保存。
これで一旦デスクトップに保存できました。OK。はい。で、はい、まず、この平面図を見てください。まず、進出を書きます。横幅4500です。なので、ここの時は、尺度、ここの合板紙は2分の1に変えてください。これね。あ、ごめん。上のところの分数、吸着音の右横のところ2分の1に変えてください。OK ですか？はい、で、吸着音で、奥行き4500の6000です。それで選んでください。で、寝室でしときましょう、一応。寝室で貼り付けて、6000の4500です。OK ですか？6000の4000で、はい、もう早速右上の名称のところ、ここ、客室に変えてください。で、この表示、こっちもレテンなし。サイズに関してはレテンなしで、客室。まあ、字は後で持ち帰れるんで、英語で行くやったらゲストルームって言い方になります。なので、ここまで OK ですか？はい。で、次、こっち側作ります。で、こっち側は大まかに、ここでまず作ります。はい。なので、5000の4500です。5000の4500。あ、で、ごめん。ちっこく作っていこうか。ほんなら、まずこいつ作ります。あ、まあいいか。こっからここで選びます。ここ。こっからここ。OK ですか？なので、これ何でもいいです。廊下でも何でもいいので、選んで、こっちからこっちで大きく部屋作ってください。横幅は5000です。間口はさっきの寝室でできているので、はい、洋室でも何でもいいです。奥行きが5000ということですね。奥行きが、この幅が5000です。で、次ここ、1000の500です。だからまだ2分の1のままでいいと思います。ここ作ります。で、これは PS。PS あると思うので、これでこの部屋の中に5000で作ってください。次、トイレのここ作ります。はい、これは、はい。1750です。はい。ちょっと、小単位です。今度は4分の1に、250ということは、線を読んで割ると、はい。4分の1にしてください。吸着音のところ、4分の1。これで1個のマス目が250になります。なので、要は、4分の1にしてから、ここにこういうふうに1750でトイレの枠を作ってください。OK でしょうか？はい、今こういうふうに作ってますけど、こんな感じで作ります。今こうやって大きく書いてますけど、はい。なので、WC で選んで、WC はないからトイレかね。トイレ、トイレ。はい、サイズ見た方は、ここに1750で出てくるので、それで確認してください。で、次、ここの洗面室書きます。なので、洗面室選んで、
本面接選んで、ここにこんな感じで、はい、入れてください。で、そのまま今度浴室を入れます。はい、浴室も洗面室もこの横幅は2000円です。で、こっち側が1700円です。で、今こういうふうに囲えてたと思います。で、その囲いは別に消してもらってもどっちでもいいんですけど、このままで次に移りますね。はい、次ここに物入れ書きます。物入れ。今度3000円で物入れ書いてください。はい、物入れっていう言葉がなければ、あ、物入れある。OK ですか。で、名前の表記とかは、レ点を外して、ちょっといろいろやりくりを考えてください。はい、なので、大きな部屋のやつを小さくして、このままにするので、これで廊下って入れてもらってもいいです。ここ、今こういうふうに大きく選んでくださいってやりましたよね。この大きな部屋を、こっち側クリックして、こっち側に狭めて、この廊下でも構いません。で、それでここに物入れを書きます。こんな感じで物入れを書いてください。物入れは奥行き750で、横幅は、3000です。OK でしょうか。ちょっと待ってくださいのしますか。大石さん OK。 山田さん OK。 田中さんこっちも OK。 はい、はい、次ベランダ行きます。ベランダ一応大きめで奥行き2500です。はい、なのでバルコニー選んでください。バルコニー選んで、で、ちなみにこの時今4分の1になってた500できるんで、2500で長さを調整して、こんな感じにしてください。なのでテーブルを置いて、プランターとかを置いたら、ちょっとゆったりめの、広めのバルコニーができます。OK でしょうか？ここまで OK？ これほんで、先生、パソコン、独り言です。ついた。こっち側はでかいマンションで、ここ寝室やと思ってもらって使えるので、君らのホテルの客室やと言うけど、普通の家の寝室でも一緒やと、お父さんお母さんの主寝室っていう部分とよく似てると思ってください。なので、今回の課題はホテルの客室ですけど、この間の独立住宅の主寝室を考えるっていうこととよく似てます。ただ何が扱い違うかいうのは、ホテルの客室でお金を払って、その中に、まあ、理想のワークテーブルがあって、化粧台があってっていうので、家よりはゴージャスやっていうことですよね。その違いです。はい、OK ですか？ここまで OK？ いけましたか？はい、こんな感じで書けてますか？はい。はい、次、扉書いていきまーす。扉です。はい、扉、一応、入り口、ここ、ここの3箇所をやります。で、基本的にデザインは統一した方がいいかなっていうので、まずは、この3つをここに置きたいなと思います。なので、はい、ドアをクリックしてください。はい、で室内用ドアクリックしてください。はい、で一番左上のやつしましょうか。それをまずここに入れます。はい、で
これはホテルによって違うねんけど、基本的にはこのこっちのプラン外側になってますけど、こっち側で内側でもどっちでもいいです。大概は内開きかな。外やと廊下で当たるんで内開きにしてるんで、プラン上は外になってますけど内開きにしておいてください。はい、で続いて洗面室のところ、はい、これも内開き、はい、で廊下から客室、はい、こんな感じで、これは廊下側に開く状態ですね。ここまで OK？ 田中さん OK？ 近藤さん OK？ 山田さん OK？ はい、じゃあ次行きますね。はい、はい、次、はい、窓を選んでください。で吐き出し窓を選んでずっとクリックして、どれにしようかな。3枚の引き戸。真ん中の下あたりのところに、吐き出し窓 R022 もしくは024もしくは025っていうのがあるので、それ選んでください。これでもいいし、これでもいいし、これでもいいです。先生これ選びます。OK ですか？R の026、これクリックして、こうやって貼り付けます。キャーってはみ出ます。はみ出ちゃいました。えらいことや、みたいな。はい、はみ出したらどうするんでしたっけ？はい、ここをクリック、あ、はみ出す場合は、これを、はい、サイズ変えます。W2000 の H2500 に変えます。いけてる？じゃあ浴室の扉。はい。で、浴室側を外にしてください。でもサイズが壁よりでかいので、幅を2000に変えてください。で、高さを2500に変えてください。はい、で位置的なやつは後で微調整してもらってもいいです。この時は吸着をオフにしてもらって、まあ、大体真ん中に来るあたりにちょっと選んでいってください。でぴったりにするなら後でぴったり、サイズもうちょっと2100とかにすればぴったりになります。壁うちぴったりにしたい人は2150って入れると。2150で壁の中ぴったりサイズで作れると思います。で、この時は吸着オフです。OK ですか？ここを2150にすると、ここピタピタに貼れます。ピタッと。はい。2000になるとここの両サイドちょっと空いてくるので、2150だったらこっちパツパツピタッといけます。で次ここにも貼り付けるんだけど、コピーしてここに持っていきます。でこれもサイズ変えます。でコピペしてやると3枚の引き戸になります。で3枚の引き戸が嫌な人は引き戸引き違いの2枚にしてください。ここ違い2枚なので、吐き出し窓2の W660 とかを選んでここに貼ってください。なので2枚の引き違いにするなら
ネオで言うと、これにしようかな。はい、ハキ2のダブル606っていうのがあるので、それをここに貼ってください。ダブル、吐き出し2のダブル6060。で、サイズがまた壁より大きくなってるので、これを、幅を1650に変えてください。で、高さを2500に変えてください。外はトイレを合わせた。どうですか。はい、次、バルコニーが、ここの物入れ側をやります。物入れはこんな感じで、腰に横算が入ったやつを選びます。で、4枚の行き違いです。なので、ずーっと行くと、4枚の行き違いがずーっと下の方の段で、はい、出てきました。はい、4W の6090とか、ここに入ります。で、物入れを、どうしようかな、どうしようかな。廊下は外にしてください。あ、また消した。あ、ついた。あ、消えた。あれ？出まーし。あ、ああ。そういうことに。先生、こっちで書きながらこれ見てるから。あ、なくなった。諦めようか。いけましたか。で、サイズを2800ってなってるのピタピタにするんやったらピタピタにしてください。止まってね。で、バルコニー側もちょっとやってください。で、バルコニー側のサッシ、先生この横算入ってないやつにしてますけど、横算入ったやつでもどっちでもいいです。これデザイン的にどっちでもいいんですけど、こっち側で選ぶ人は一旦こっちでやってもいいと。横算あるかないかで全然雰囲気変わります。先生結構横算途中で入ってるの好きなんで、こっちでもいいんですけど、今一応これにしてます。で、サイズ合わせてください。4500なので4400にするとぴったり入ると。こっち側は2900にするとぴったり入ると。で、このサイズも2500。こっちの高さも2500。いけるか？それで、除雪をしてください。お願いします。OK ですか。ああ、先生も全部なくなった。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。
ここまで問題なしにいけてますか、皆さん。大丈夫ですか。ちょっとだけ、1分だけ待ってね、先生、亡くなったんで。ちょっと待ってください。はい、ではお待たせしました。はい、入りました。はい、次ベッド選んでください。はい、じゃあ早速家具クリックしてください。で、寝室クリックしてください。で、一応セミダブルを2つ入れます。はい、SK ベッド U01 っていう上から3段目の左選んで、はい。入れてください。で、同じように2つ入れてください。はい、こんな感じで入れてください。はい、次、テレビボード兼化粧台を選びます。はい、種類のところにドレッサーとか、このあたりでないかなってちょっと調べてください。なさそうやな。はい。書斎クリックしてください。一応、便宜上、書斎の、この上から3段目の MK デスク004。これでいきます。はい、これをここに入れます。ピョコンと。で、ちなみに、引き出しの取っ手ついてるやつで向きを変えます。さらに今サイズを1500ってなってるのを2500に変えてください。2500、はい、奥行きを500に変えてください。で、化粧台兼テレビボードって奥行き750でゆったりめでもいいんですけど、一応今回は2500で奥行き500っていうちっちゃめにあります。で、はい、右回転してちょっと向きを変えてください。はい、それで、ベッドとベッドのちょうど中心に来るようにしてください。で、よく見ると2500じゃなしに、このちょぽってついてるのは前にこっち側が。あれね。なので、今度2500やったら、ちょっとちっちゃいかなっていうので3000に変えます。なので今2500にしましたけど3000で入るな。バランスいいなっていうことで3000に変更します。で3000に変更してこのベッドの中心あたり。で、ここの空きってだいたい600。最悪400でもいけんこと。なので人が通れたらいいっていう感じ。まあ、要はベッドの上にさえ行ければいいので、これ場合によってはここ引っ付けてる時もあるんだよ。ホテルによっては。あえて。っていうので、ここの幅っていうのはそんなに大きくなくて良いと。で、ニュアンス的にはここをちょっと広く取りたいなっていう感じで思ってみてください。で、一応テレビボードをテレビ台としながら化粧台として、こっちが引き出しがあって、こういうふうに大きく3000にしました。
ここまで OK でしょうか。はい、続いて、はい、ここにスツールを置きます。スツールは寝室で、内藤テーブルやったらあかんな。ドレッサーのところとかにスツールがあると思うので、はい、ドレッサーのところに寝室ドレッサーでこれ選んでください。こっちでもいいけど、まずこれ選んで、これをテレビボードの要は化粧台のスペースに置いてください。これも、まあ、作業台、ワークテーブルとしても使えます。OK。OK。OK。あ、いつものところにいてへんから。OK。はい。はい、次いきますね。はい、次テレビボードじゃない。テレビボードの上にテレビ置きます。テレビです。テレビは、家電クリックしてください。で、種類をテレビにしてください。はい。で、先生のやつはごめんね。バージョン高いんで、白が入ってるんです。こっちの学校のやつはないんで、それでもええんで選んでください。なので、一番上の一番左、一列目の左側のやつを選んで入れてください。で、回転せんとダメだと思うので、ひっくり返してください。で、テレビの位置は吸着オフにして、ちょうどこの回転させて、これの中心地に来るように置いてください。OK ですか？なので、テレビ一番、一段目の左側選んでください。で、フレームの黒色とかは白とかに後で変えてください。OK。テレビ置けました？ポンちゃんいけた？おいさんいけた？かっちゃんいけた？かっちゃんいけました？はい。じゃあさ、かいちゃん進めますね。はい、次。ここに、はい、ワークテーブル置きます。二人用。なので、ダイニングクリックして、要は種類をダイニング、セットでいいかな。これで2人用のやつを探してください。ずーっとしたらこんな感じで下の方に、はい、食卓05。おしゃれにするなら09とか選んでください。この辺は後で各自選んでもらったらいいと思います。はい。で、実は、はい、まあいいか。です。OK でしょうか。今はセットで選んでました。はい、続いてですね、ここ、化粧洗面台のところにちょっとおしゃれな洗面台を置きます。はい、なので、はい、住宅設備クリックしてください。で、洗面っていうのがあると思います。で、種類を洗面台にしてください。で、ずーっと下の方を見ていくと、こんな既製品のしょうもないんじゃないやつが、ちょっとずつ出てきます。そうすると、洗面台、L31 っていうのが出てきます。それを洗面室のちょうどこの真ん中に置いてください。こういうやつですね。ちょっとゴージャスに。OK ですか？置けましたですか？ OK。はい、次。バスルームクリックしてください。住宅設備で。で、種類をバスタブ。
はい、でバスタブ L02 という猫足付きのカリブオールレッグってやつですね。足付きのやつを選んでください。それを翌日にペット貼り付けてください。はい。あ、ごめん。ちょっと待ってよ。貼れましたか？バスタブ。バスタブ、こいつですね。はい。続いてトイレ行きます。はい。トイレクリ、住宅設備トイレクリックして、あるかな？から。ありませんので、ちょっとわざと黒色にします。トイレ U-04 っていうのを選んでください。あ、黒系。それをトイレのところに貼ってください。これですね、こっちが。これの U-04 のがあります。で、いいですか？トイレ U-04 っていうのがあると思います。で、ちなみに、背中があるやつとないやつというのは、ここに水が入ってて、やるねんけど、最近この水、この下で入れれるようになってるので、背もたれないパターンもよくあります。で、こんなカラフルなやつとかも、今はもう実際出てて、最近は近寄ったら蓋開くっていう、いうのもあったりするので、一応今は黒にして選んでください。はい。で、そのままちょっとクリックして、ペーパーホルダーあるので、トイレットペーパーのペーパーホルダーが、とタオルホルダーあるので、ダブルのやつを、このトイレのところに設置してください。壁側。で、これは高さ1000にしといてください。パーツの高さ聞いてきてたら、1000と入れて入力してください。で、回転させてと。これずーっと下に行くと、ペーパーホルダーとかタオルホルダーがあるので、それを選んで、この、こっちがサッシなんで、こっち側にペーパー置くようにしてください。で、高さ聞いてくるんやったら線って入れといてください。線ってこれぐらいに、このぐらいとかさ。名前で言うと TT 紙巻き機 T の出る位置ってやつです。一番下から3つ目のところに紙巻き、紙2つあるやつですね。はい。で、TT タオル掛けっていうのもあったりするので、タオル掛けも横につけてあげるんやったら、位置をつけておいてあげてください。で、高さ聞いてきてたら1000とか900って入れておいてあげてください。まあ実際、ホテルなんで、タオル掛けというより、ペーパータオル置いてると思うんです。だからこの上とかに、ペーパー、ダブルの紙巻き、トイレットペーパーやとあって、ペーパーホルダーとかあってもいいかもしれません。OK ですか？はい。そうすると、こんな感じで、大まかにレイアウトができたと思います。はい。じゃあ、上書きしてください。一旦。上書きいけましたか？はい。はい、こんな感じで、今2面状態にしたら、こういう上から見た状態ができてると思います。はい、ということで、一旦休憩します。ここまでみんないけてる？
おいさん、いけた？山田さん、いけてる？かっちゃん、いけてる？三浦ちゃん、いけてる？いっちゃん、いけてる？はい。あれ、田中ちゃん、おらんのか？あ、おったんか。寝てるな。はい、ちょっと休憩。はい、それでは続き行かせていただきまーす。はい、ここまで皆さんどうですか？できましたですね。はい。はい、じゃあ上書きもしてますか？皆さん大丈夫ですか？潰れてませんか？ファイル消えてませんか？はい、ちょっと立体化させてください。立体化。あれ？よいしょ。上書き保存しました。ちょっとお待ちください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、じゃあ始めますね。はい、一回立体化してくださいって。立体化できてますか皆さん？はい、すいません、こっちのが、はい、こんな感じで内部見上げたらこんな感じになってますね。はい、ここから内部の視点を設定していきます。で、
ちょっとだけ待っていただいてよろしいでしょうか。はい、まず視点を設定していく前に間取り編集戻してください。はい、もう一回上書きを保存してください。はい、で、はい、扉を今こんな感じで変えてください。まず入り口の扉高さ2500に変えてください。2500。はい、客室の共用通路からゲストルーム入ったところは2500。洗面室の扉を一旦外開きにしといて高さ2500に変えてください。すべて天井までです。はい、続いて廊下からゲストルームの寝室を入るところの扉の高さも2500に変えてください。はい、物入れんところ2500に変えれてますか。浴室の扉も2500になっていますか。トイレも2500になっていますか。はい、バルコニーも2500になっていますか。で、ここにこういうふうに入っていますかっていうのを確認してください。で、はい、ペーパーホルダータオルとかっていうのも一応こういうふうに入れておいてください。で、あとこういうふうに何畳ってなって先生のやつ画面見てもらうと浴室2畳とか洗面室2畳ってなってます。この2畳を消します。なので表示のレテンを外します。浴室も外します。部屋名のところの詳細を表示を消したい人はこの間取りをクリックして出てきた部屋のプロパティ右側に出てるところの表示を消すといけます。で、ちなみにプレゼンなんかこういう場合っていうのはバスルームとか洗面室も英語で変える方がいいかもしれません。なのでそのあたりはどうするかは最終判断してください。はい、物入れもクローゼットとかの方がいいかもしれません。廊下のとこはなしでもいいと思います。わかると思います。で、はい、ゲストルームも畳の表示つけて、で、バルコニーのところはテラスとかにする方がおしゃれかもしれません。洗面室英語で何て言ったっけ、三浦さん。ドレッシングルームやったっけ、ドレッサールームやったっけ。え、はい、じゃあ消しときます。後で入れましょう。はい、こんな感じで、英語で入れると雰囲気変わりますよね、ガラッと。で、上書き保存してください。洗面室、洗面室、英語でしゃべるか。洗面室、英語。あ、洗面室もバスルームで、ごめん、バスはこれじゃありません。バスは、BATH、で、ルーム。だ、そうです。はい、あとウォッシュルームとかって言い方もあって、なのでこっち側はウォッシュルームってしててもいいかもしれません。
はい、こんな感じでしといてもらったら、それっぽく見えるかもしれない。ここまで OK ですか？はい、じゃあ視点固定をやります。はい、立体化させてください。はい、そうすると、まずこの状態になっているので、真上から見たところも1個、もうこのまま視点登録しておきましょう。00としておいてください。00。真上からも使えると思います。はい。で、こんな感じで、こういうのも作っときましょうか。こういう感じ。はい、これ02番。00やから、001にしようか。はい、続いて、はい、この真上からにまた変えてください。真上から選ぶのは逆三角形のところで選んでもらって、真上選んで、こんな感じですね。で、このまま4面図に変えてください。変わった。4面図に変えて、はい、このカメラ、こっち側に移動させます。カメラ移動させて、これをクルリンパとこういうふうに向けて、ピンと下に持っていって、はい、客室の扉開けたところの位置に持っていきます。で、ちょっと微調整しながら、だいたい視線の高さに合わせて、こんな感じで、で、角度を、はい、90度にしてみてください。こんな感じで。はい、ほんならこんな感じになってますか、皆さん。OK。なってる？なってへん？なってない？カメラって4面図でやると、この上のあたり見てない？こんな感じで。綺麗だ？見つけた？見つけましたか？スクロールやったら青いの出てきた？で、まず青いのを下の南立面図で正面の根元のところにカーソル持っていた移動の表示になるので、移動のところになったら左ボタンずっと押して下に持っていって、で、今度正面の先側のところにカーソル持っていって左ボタン押しながら回転こうやってさせます。で、そのまままた下の方にこうやって持っていきます。なので、この南立面図と平面図を見ながら高さの調節をして向きを調節します。こんな感じでできた。これはちょっとやりもてニュアンス覚えへんかったら、で、できたらちょっと小扉開けて、あー、どんなんかな、きゃー、おしゃれっていう状態の声枯れてきた。はい、で、角度90度にして、へっ、こんなドリフターズみたいな、いけた？いけましたか、田中さん。山田さん、いけた？はい。おじさん、わかる？山田さん、もうちょい。江島さん、OK？ いけた？で、ちょっとだけ気持ちこっちこうやって向けてもらうと嬉しいかな。と収納側にキュッと向ける。目を任せします。ちょっと向けて、はい、こんな感じですね。で、ちょっと引き気味にして、角度もうちょっと110度とか、これぐらいにしたらこんな感じで。
見えましたか大丈夫ですか ?OK。はい、こんなこので視点で、はい、01番ってしてください。入れるんやったら、ローかとかって、こうやって入れといたらわかると思って。で、追加。OK。はい。え ?01 ローか。はい、できた?おじさんいけた?はい、じゃあまた4面図に戻してください。4面図戻して、今度、洗面室の扉開けた感じにします。こんな感じで。いやー、おしゃれーみたいな。はい、目いっぱい120度ぐらいにガーンって開けて、パース見てください。こんな感じですね。キャーみたいな。はい、これで02番洗面って02洗面とか言って。OK。消せる?で、追加。OK。洗面の扉開けて中です。これよう見ると先生の外側と内側がごちゃごちゃになってるので、こっちが内側になってるので、これ逆に向けた方がいいかもしれないですけど。OK ですか?角度120度にしたら?いけた?おぉ。山田さんいけた?おじさん余裕?はい。はい、じゃあこうやって追加してください。02。はい。4面図で、一応念のためにトイレの中入れます。カメラ。洗面所じゃなくて、トイレの方です。こんな感じですね。で、トイレの方はわざと4面図にもう一回戻して、トイレからなんかちょっとだけこう前景が見えるように、こんな感じにします。トイレから、トイレの部屋側からこんな感じで見てる状態ですね。はい。OK ですか?はい、これで03。WC とかってしときましょう。OK ですか?03、WC。WC。OK。はい。かっちゃん OK ですか?はい。はい、じゃあまた4面図に戻して、今度カメラバスルーム持っていきます。バスルームから前景見ます。こんな感じで。こんな感じですね。OK ですか?OK。待って。待っとくよ。三浦ちゃん行けた?次04番やったっけ ?04BASBABATH。OK。バスルームでもいいし、BATH とかで入れとった方がいい。OK。OK ですか?みんな OK? はーい。はい。追加。はい。じゃあ次、
ゲストルームです。扉開けて、キャーっていう状態の、キャキャキャですね。はい。120でもいいし、110でもいいし、90でもいいし、任せます。はい。で、はい、客席、5番まで来たんだっけ？次、05かな。05の G1 にしようかな。G ってゲストルームの位置ね。OK。ゲストは、GEUST やったかな。ゲスト GEUST かな。後で調べてな。OK。はい。はい、今度、ちょっとこの隅からベッドルーム見ます。こんな感じで。ベッド側のヘッドボードのあたりを見ます。こんな感じで。OK。OK ですか？あと、インスタ映えうんぬんとなってきたら、もっとアングル変えんとあかんけど、今、大まかなアングル決めとくから。OK ですか？なんかしら OK？ そんなん後でいい。後で自由にまた変えてもらったらいいって。今は一旦、OK。OK ですか？はい、05G の2、05G の2と。はい、で、今度、サッシ全面でドカーンと、こんな感じで。どっちかというと、こう、ベッドの上から、寝転がって風景見るみたいな。こんな感じですね。で、この時、煽りを出て入れると修正される。あ、こんな感じで。はい、これで、はい。05G の3としていきます。OK ですか？試験に出た椅子です。これ誰でしたっけ？これマルセロ・ブロイヤー。チェット。フルビチェーみたいな。おっさんくさくてごめん。オッケー。はい、また4面図に戻して。はい、窓側から今度全体見ます。こんな感じで。OK ですか？はい、じゃあこれで 05G のどこまでだったの？ 4 かな。OK ですか？いや、分かりゃええと思うよ。一応固定してたら何番でもいいと思う。はい。で、外壁材全然関係ないので、こんな感じでなってると思いますけど、はい、続いて、ちょっとこの外壁材のところで4面図にしてみてください。外壁材にしといて、で、これの上から見たところ、はい、4面図にして、で、このまま今度、テラスのところに持っていきます。
また同じように角度変えて、目線を変えて、こんな感じで。これ床に配置とか、あの外光に配置とかによって、サッシが見えへんようになったりするんで、外壁材のところでやると意外とスッキリできるんで、こんな感じで。はい。はい、テラス部分片面1個できました。はい、これで06。テラスなんで T の1とか。OK ですか？はい、で追加。OK ですか？いけた？おいさん OK？ もうちょっと待っておきます。テラス？もう一回言うよ。外壁材クリックして、この状態になったやつを4面図に変えて、カメラ移動させると、外壁の壁とか残った状態で出るんで、これで目線の位置変えて、こういう風にやります。OK ですか？で、それができたら反対側から、はい、カメラ向けて、こんな感じですね。はい、こんな感じで。はい、これも06のテラスの先生は2とか。6T の0、あ、2番ですね。OK。はい。ここまで OK でしょうか？OK。ですか。はい、はい、じゃあ上書き保存してください。山田さん OK？ 山田さん OK？ えっちゃん OK？ かっちゃん OK？ こんちゃん OK？ 田中ちゃん OK？ はい、はい、じゃあちょっと間取り戻ります。はい、あとちょっとポイント言っておきます。先に照明器具入れたいんで、照明天井器具ちょっとこうやってクリックしてください。はい、この緑色の線出てるのはちょっと無視してください。これ屋根のラインが出てるんですけど、で、ダウンライトちょっと、スポット&ダウンライト選んでください。照明器具で。はい。ここに何個かあります。このダウンライト D の02選んでください。はい。これを、まず、この扉の開けたところに1個入れてください。ダウンライト。ダウンライト D の02。いけてますか？これ見えてる？消した方がいい。大丈夫？ D の02、いけた。で、次、ウォッシュルームのここ、扉開けたところ、1個選んでください。で、続いて、はい、トイレのこのあたりに入れといてください。バスルームはダウンライトでもいいねんけど、後で、あの、壁側につけてるボール、あの、もんでも別に構いません。はい、で、続いて、一応この、ここ。ここに入れとくかな。ここと、ここ。
それとテーブルの上。これ後からなくしても構わないので。一応本とか開くところって上にダウンライトあった方がいいかもわからんけど、基本的にヨーロッパ、中国、香港とかベトナムもそうなんですけど、あんまりダウンライト使いません。こっち側言うとテーブルライトとかそういうのでワークルームとかあるんですけども、日本仕様で考えるならテーブルの上にダウンライトあった方がいいかもしれません。で、ベッドの上はもう基本的にいらないと思います。あと、もしやるとしたらここですね。ここドレッサーにするんやったら、この前のところ。だけど、これはどっちでもいいです。今。壁が、壁付けのやつとかいろいろできるかもしれない。一応、大まかにこれぐらい。これ後で消しても構いません。OK?OK、OK? OK、ですか?で、はい、一旦上書き保存してください。で、ちょっとこれ、一旦単純に、これ一回クリックして、こうやってクリックしてみてください。こうすると、一応パーツのプロパティっていうのが出ます。こんな感じで。出んねんけど、ここで明るさのコントロールはできません。しかしですね、立体化してください。立体化して、一応玄関のところ、一番初めに設定した01廊下開けてください。こんな感じで。で、選択ボタンを押して、このダウンライト選んでください。設定したダウンライト。で、ダブルクリックしてください。ダブルクリック。この、立体化させて、廊下のダウンライトをダブルクリックしてください。そうすると、パーツのプロパティできるんですけど、ここに光源設定って出てきます。この光源設定押すと、明るさコントロールできます。ここに明るさの、今16ってなってますね。こんな感じで見てください。ほら。明るさがコントロールできます。もう一回言うよ。立体化させて、廊下の 3D をやって、直接ダウンライトをクリックします。選択します。そしてダブルクリックします。そしたらパーツのプロパティ。これは、間取りの時と一緒やねんけど、違いはここです。光源設定っていうのは立体化させた時に欄が出てきます。それでクリックすると、これで明るさ、それと光の色変えれます。白っぽくするのとか、電球色っぽくするのとかが変えれます。OK ですか?なので、いっぱい入れて明るすぎるなと思ったら変えてください。OK。で、もう一回照明のとこを押してやると、一個おしゃれなのは、この間モルティーニのやつを、見せてないと思うんですけど、最近見せる収納っていうのができてるんで、ここに、コピーして貼り付けて、ここに入れると。クローゼットの中にダウンライト仕込む。で、クローゼットの中を明るくさせる。こういうのもありです。今、ヨーロッパの収納家具とかはこんな感じで、中めちゃくちゃおしゃれにしてます。でこれで立体化してみると、はい、こんな感じですね。ここまで OK ですか?こんちゃん OK? 田中さん OK? 山田さん OK? こっちゃんも OK ですか?はい。はい。で、次。ちょっとポップにあえてしときます。はい。色クリックして、この廊下のまま色クリックして半透明選んでください。色で半透明。色で廊下の 3D にして、OK ですか?で、ちょっとフィリップ・サルクがやってたデザインホテルの流れを組んで、ちょっとこのガラスを色つけちゃいます。こんな感じで。
はい、これは別に後ですりガラスっぽくしても別にどっちでもいいです。先生は一応便宜上こんな感じにしておきます。OK ですか？はい、で、一回4面図にしてください。で、また選択ボタンを押して、このペイントのやつを解除してください。ペイント解除するときって他のやつ選んだら消えるんで。はい。で、これでもう一回、廊下のところを出してください。はい。で、はい、ちょっと4面図で、ちょっとこのクローゼットの中にカメラ持ってってください。はい。実はこの木枠、これ部屋内側の木枠がサッシに出てきてるんで、これを先に白色に消しときます。なので、色を選んで、モノクロを選んで、真っ白系で、こいつを白で消しときます。ここまで OK？ はい、次、視点固定で洗面いきます。はい、洗面出して、また半透明で、フィリップスタロクするんで、ここに色をつけてあげます。ありがとうございます。はい、これに色つけられへんかったらカメラの位置悪かったりするんで、こんな感じにしといてください。これすりガラスでも変えてもらっていいと思います。ここまで OK ですか？すりガラスにするとこんな感じですね。濃いくすみやったらこんな感じでいろいろ選べると思います。なのでそのあたりは後でどないでもできると思います。OK でしょうか？はい。はい、次また間取りに戻してください。はい、次。はい、床を切って照明。照明選んで床を切って選んでください。照明。で、床を切って選んで、フロアスタンド、ここに入れてください。入ったところ。で、照明器具とかは吸着オフの方がいいかもしれません。で、はい、ここ。はい、両サイド。これ別にテーブルでもいいんだけど、こんな感じにしてください。OK ですか？はい。で、次、家具クリックしてください。で、寝室クリックしてください。はい。ほんで、ナイトテーブルを入れてください。で、ナイトテーブルを選んだときに、何かシンプルなやつないかなって探してください。はい。これ、つしときます。ナイトテーブル。4本足の。これをここに入れます。部屋ずれました。はい。ここと、ここ。で、こナイトテーブルを置いてからベッドの位置また修正するのもありやと思うので、そのあたりはちょっとやりもって具合を見てください。OK？OK、OK？ OK、ですか？皆さん。はい、また照明戻してください。はい、次、テーブルライトクリックしてください。はい、テーブルライトで、こんなスタンドライト J の21選んでください。で、これをナイトテーブルの上に置いてください。こんな感じで。まあ、おしゃれ、みたいな。はい。テーブルライト。テーブルライトでしたがね。OK ですか？ OK。
OK。はい。はい。じゃあ、今度また家具クリックしてください。はい。雑貨趣味選んでください。はい。ずーっとクリックして、また細長いやつ選んでください。あ、こっちしとこうかな。はい。が、J の13。はい。で、これ、ここの、ベッドの壁側に置きます。で、高さ効いてくるので、一応1200。で、OK 押してください。はい。で、この時に、横幅を3000に変えてください。はい。3000に動かすとこうやってずれちゃいます。吸着オフにして、ベッドの真ん中に、こんな感じにしてください。OK ですか？いけましたか？絵画みたいなアートをヘッドボードの上に置きました。で、吸着オフで一応修正しました。OK ですか？上書き保存してください。立体化させます。はい、それで、廊下1クリックしてください。廊下1こんな感じですね。はい、洗面こんな感じですね。はい、ゲストルームこんな感じです。で、今ちなみに先生選んだ絵画が逆向いてるので、間取り編集に戻って、クリックして、これ回転させて、右回転で、で、吸着オフにして、もう一回やります。今、裏側のパネルになってたので、で、もう一回立体化させて、はい、こんな感じで出てきました。あ、元から覆ってたんかな、これ。はい、ですか。で、次、カーテンクリックしてください。カーテン。どうしようかな。一番上の A ってある？ある？あ、ごめん。カーテン、10番ってある？ある？ない。じゃあ、カーテン10をここに持って行ってください。こんな感じで。で、ペッて手離すとピヨンって広がります。広がった。広がりましたか？広がりませんか？さつきさん、広がりましたか？はい。あと、テラスは2人席用とか、ダイニングとかで選んでください。はい。っていうので、一旦ここまでできたんで、残り時間、これを好きなように。家具変えるなり床壁天井どうするか、コンセプトとともにまとめてください。OK ですか？いいとも。はい。ここまで皆さんいけてますか？じゃあ、上書き保存して、はい、ここからは各自自由です。それと、先生のやつは、実は、ここの、これ、見といてくれる？床幅木が、幅木と回り縁全部出てたんで、これはいらんのにしたんやったら、0点外してください、各部屋。この右下の幅木とか高さっていうのが、先生のパース見たときは全部表現が出てたので、で、さらに、この右側のこれ見てくれる？モールディングあるなしっていうのをクリックすると、腰付きとかできます、勝手に。
この、ここ。これ。で、これでゲストルーム見ると、腰付きになります。ほら。この白いやつで腰がついている状態で、ちょっとクラシックな状態になります。で、実はこのクラシックな状態っていうのを白くして、こっち側のやつ組んでいくと不思議な感じになったりして、クラシック系のモダンとかにもなったりするので、OK ですか？はい、あと、いいですか？で、はい、あと残り、このテーブルあるでしょ。このテーブルもっと広げて、この奥行き増やしたら、ワークスペース、ここと2つ作れるよね。なので、このテーブルをでかく取ってもいいと思います。で、ここのテーブルももっとでかくして、逆に言うと、こんな感じで回転させて、わざとこんな感じもありやと思う。そういうのもいけます。なので、このあたりもどうするか。それと、もう一個だけ、ちょっと裏技を言うといていい？これ、この椅子クリックするでしょう。で、ダブルクリックします。あ、ごめん、ダブルクリックじゃなくて、右ボタンを押します。そうすると、次のパーツの階層へ移るっていう欄出てきます。これを押すと、こういうふうに、これだけの階層に行けます。で、このテーブル、と椅子の椅子消したかったら、このテーブルだけ残したい人はこれ消して、でもう一回間取りに戻してすると平面上はこないなってるけど、多分 3D 上は椅子消えてます。こんな感じでこんなこともできます。 OK ですか？でさらにもう一個、平面上はヘンテコリン内になってたんで、これをもう一回階層に移します。これクリックしてコピーします。はい、間取りに戻して、こいつ消して、でもう一回立体化させて、はい、貼り付けすると、どっかに貼り付けられてるかな。はい、OK ですか？こんな感じでちょっと裏技でグループ化されてるやつも、ちょっと今埋もれてるんで、これ高さ調整しないといけないんですけど、こんな感じで分解させてテーブルだけ持っていくっていうのもできますので、そのあたりでどうするか考えてください。OK でしょうか？はい、じゃあ残り時間はこれで好きなように書いてください。で、とりあえず一旦上書きしてください。で、名前つけて保存で、好きなパターンのやつは何番にしてください。ナンバー1は基本の事項のやつだけ。今から好きにいらうやつは02番にしておいてください。OK ですか？はい、じゃあ進めてください。でかい本棚にするっていう、テレビなくてもいいかもしれない。で、ダブルベッド1個にして、もっとでかいテーブルを入れるっていうのも
一個の方法としてはあるかもしれないし、かこのままでインスタ映えするように壁面のデザインとか大胆にするっていうのもありやと思う。どっちにするかや。それとそのあんまり時間がないので、もうサクサクサクと考えて何プランも作った方がいいかもしれないんで、このままデータもうあの視点の位置も全部できてるから書き出しするのは楽やと思うので、何プランも作るっていうのもありやと思いますよ。なので家具そのままで色だけ変えてみるっていうのでやるっていうのもありやと思う。であえて全部真っ白系にするっていうのもありやと思う。真っ白系にしてテーブルだけ紺色にするとか、ね、そんなもありかもしれない。さあ迷うところだと思うんですけども、そういうニュアンスで考えてみてください。そうですか。はい。皆さん、綺麗なアングルですね。はい。ということで、画面の皆さんは、オンラインの人は何がどうかわからんんだと思うので、ここから家具のレイアウトをやっていきます。はい。その前に各部屋を英語の表記に変えました。英語の表記は、この右上のここで、名称のところで、変えるといいと思います。で、テラスの字の綴りを打てるかどうかは各自もう一度考えてください。ゲストルームのゲストも、この名称が打てるかどうかも確認をお願いします。はい、じゃあ早速家具を入れていきます。で、はい。サッシを入れていったんですけども、この扉全部2500に変えています。廊下に面している扉は全部一緒で高さが2500。で、ウォッシュルームとバスルームのところは引き違いの3枚のこういう窓で高さ2500、横幅1900に変えています。で、トイレのところは引き違いの2枚と、で、クローゼットのところは4枚の引き違いで、高さ同じく3000。で、テラスのところは、はい、これは4枚の引き違いで高さ2500と。そういう感じですね。はい、このまま一旦家具をプロットします。はい、寝室で、はい、ベッドルームっていうふうにして、おのおの入れていくっていう形になってくると思います。はい。ということで、要は、まず、コンペ用のプランとして、一個こういうホテルの客室っていうのを今回一個やりました。で、残りの時間は各自好きなやつ、どういうコーディネートするかっていうのを考えてもらってるんですけども、この平面に関してはそんなに時間かかることじゃないので、休んでる人もすぐ対応ができると思います。はい。コンペ用としては、今日第1案、プラン1っていうので、ホテルの客室をやりました。来週は引き続いて、ホテルのロビー、まあ、スターバックスのようなカフェのような機能で作る、インスタ映えするようなロビーっていうのを作るのに、それのファーストプランを作図して、そこから各自、おのおのがまたプランをしていくっていう手順でやっていきたいと思います。ということで、今日は一旦終わります。お疲れ様でした。はい、さよなら。